日本東京都目黒区ひもんやひもんやは、東京都目黒区の地名。現行行政地名は、ひもんや一丁目からひもんや六丁目。郵便番号は一五二のゼロゼロゼロ三。地区内には、東京都道三百十八号環状七号線及び、東京都道三百十二号白金台町、とどろき線の二つの重要幹線道路があり、両者が交差する柿の木坂立橋は、 重要な交通要所になっている。公共交通の面では、目黒通りを中心とするバス路線網が充実しており、山手線目黒駅方面への便は非常に良い。最寄りの鉄道駅は、東急東横線学芸大学駅、都立大学駅及び東急目黒線に小山駅。他に、徒歩で利用可能な駅として、東急大井松線。 東急目黒仙台岡山駅等がある。住宅地の地価は、2021年1月1日の工事地価によれば、ひも屋4の12の14の地点で79.8万円、平方メートルとなっている。町名ごとの面積、及び2021年4月1日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。ひも屋は、かつては、東京府江原郡にあった村である。 1932年に東京市目黒区に入りその町名となる。かつては、竹の子の産地として有名であったが、次第に宅地化された。かつての江原国ひもんや座と、後のひもんや村に由来する。ひもんやの由来には、ひもんや八万区内なり社に保存されている盆地を、刻んだ、非分析のある谷内市ひもいの谷が起源とするもの、鎌倉、室町期から、 ヒノキの加工品、ヒモの作りが盛んであったことに由来するなど、諸説ある。ヒモン屋で農業を営んでいた人物は、安藤文次郎、安藤文次郎、菅田啓二、菅田茂太郎、角田宗、角田本助、角田久兵角田中蔵角田、角田照五郎、富岡佐七、富岡長太郎,郎、宮野磯次郎、宮野菊蔵、宮野鶴吉などがいた。ヒモン屋の地主は、 角田荘、角田長尾、角田元助、角田照五郎、富岡金蔵、富岡佐七、宮野菊蔵などがいた。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。目黒駅や都立大学駅を起点とした東急バスの路線網が発達している。特に、ひ門野線は、東急バス全体の中で一番本数が多い。東98系統は、 東京駅丸の内南口から轟駅奏車場に至るバス路線であり、東急バスと都営バスが共同運行する最後の路線であったが、2013年4月1日より東急バスの単独運行となった。詳しくは以下を参照のこと、ありがとうございます。